また民間機が空域に入り込んだと思っていたら、実際はスクランブルが加齢されたとのことでした。こういう場合、スクランブル発進が加齢されたためと、アナウンスした方が日頃の任務を見て理解を得る良い機会となると思うんですが、昔小松基地航空祭ではアナウンスしてました。航空祭前日もスクランブル発進があり、北部方面も厳しい状況が続いています。あっちの木の場所。